政治部官邸キャップの山本志門記者に聞いていきます。山本さん、差し迫った課題である旧統一教会の問題などでその陣頭指揮に立つのがこの葉梨法務大臣、その失言ですよね。岸田さんは続投させるというふうな意向ですが、その理由はどういうところでしょうか。岸田総理が最も警戒していますのは閣僚の辞任ドミノなんです。ある官邸幹部は今回葉梨大臣を辞めさせることになれば政治資金問題で追及を受ける寺田総務大臣にも波及しかねない、閣僚が次々辞める流れにつながってしまうんだと懸念を示しているんです。しかしですね、死刑という極めて重い判断に対しての冗談めいた発言というのは永田町でも法務大臣としての適格性を疑う声が相次いでいまして、与党内からもこれは一発でアウトだと、そういった空気感は非常に強いんです。それでも続投させる理由について官邸幹部によりますと、失言を撤回して謝罪しているんだからもう一回チャンスを与えるというのが岸田総理の考え方だと解説しています。ただ一方で山際大臣を事実上更迭した際にはですね、判断の遅れが支持率の低下につながったトラウマもあるだけに、官邸内からは今回もさらに傷口を広げた上で再び後手後手にならないか、そんな懸念の声も聞こえてくるんです。そして国会ですよね。国会ではその旧統一教会をめぐる救済法案、それから第二次補正予算案といった大きなテーマがこれから控えています。重要な審議を控えているので、どうでしょう、影響は避けられないんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。そうですね、まさにその法案審議は綱渡りだと思います。岸田総理、明日から G20 サミットへの出席などで外遊に出発します。まさに外交面でアピールして政権の反転攻勢を狙っていたわけですが、今回計算が大きく狂ってきたとも言えます。特にですね、新しく作る旧統一教会の被害者を救済する法案についてはですね、野党との連携が鍵となっているわけですが、ここにも大きく水を差す形となりました。野党側は国会で葉梨大臣を徹底的に追い込む構えです。まさに岸田総理が外遊で不在中の間、国会は荒れ模様になることが予想されていまして、残り1ヶ月となった会期の中で混乱は避けられない状況になっています。自民党内からはこれで幕引きとするのは無理だと、臨時国会が終わったら人事を見直さないと来年の国会は乗り切れないとして、今後の影響を懸念する声も聞こえてくるんです。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。